授業でスポーツ結果予測コンペを行いましたという題名でお話しします。名城大学の小中です。えっ、ー、と、まず自己紹介です。えっ、ー、と、名古屋の名城大学の情報工学部で准教授をしております。専門はシステム制御やスポーツデータ統計でして、昨年もこのマトラブエクスポのライトニングトークでスポーツ統計モデルの使う作成にマトラブを活用しているよというお話をさせていただきました。 今回のお話は、スポーツ結果予測コンペを大学院の授業で行って、まあ、トラブルを活用しましたよというお話です。対象は、名城大学大学院理工学研究科の1年生です。内容は、スポーツ大会の結果予測で、対戦時の予測勝率や最終順位などを出力する数理モデルを作ろうというものです。授業の時期、 のとか、あとは特、特段詳しい学生がいるかどうかというのをなるべく減らすために、こういったハンドボール女子世界選手権やバスケットボールの B リーグなどを対象としました。マトラブの活用分野ですが、主に2つでして、教材とか演習プログラムに使いました。オンラインコースも含みます。 あとは集計とかの公開に関して私が主に活用しましたよという内容です。教材とか演習のプログラムとしてデータ処理とか予測モデル構築を行うサンプルを作って配布しました。同時にこういったテキストも作りまして栄養の50ページのものを作って学生に配布しております。その際ですね えーとデータ形式今回テーブルをよく使ったんですがそれに慣れるためにマトラブのオンラインコースを利用しています成績認証に対して、えー、と認定証はですね修了証の提出を必須にして、えー、学生にやってもらうことにしましたでこのオンラインコース非常に優秀で、えー、特にあの大学院の学生ですので基本的な多言語のプログラミングのスキルがあります ですので、えーと、オンラインコースを2つぐらい受講してもらうと、まあ、大体マトラブで書きたいものが書ける状況になってもらうというのがとても嬉しかったです。教員があまり手を入れることもなく、学生も自分のペースで勉強できると。あともう一つ、学生から評判が良かったのは、ワークスペースが存在するというのがマトラブの ID e の強みでして、 え、他のプログラミング言語だとなかなかない変数にすぐアクセスできるというのが、とてもデバッキングとか考察には良かったという話も聞いております。トラブとてもいいよねで、もう一つは集計と公開を半分自動化しましょうということで、例えばこういったサイトを私作っているんですが、ここではですね、すべて一旦 HTML 形式にして、 その HTML のコードを Google サイトに貼るという方針でやりました。もうちょっとね、詳しい方法、簡単な方法とか便利な方法あるかもしれないんですが、今回は例えば順位のデータを Excel 経由で HTML にしてサイトに貼ると、まあ、こういった Excel でフォーマッティングをしてきれいにできるよと。でその Excel に書き込むのは MATLAB でできるよということをやったりもしました。 もう一つはですね、こういったこう処理をした結果のレポートみたいなのを作ったんですが、まあ、これには皆さんご存知、ライブスクリプトというのが非常に優秀で、えー、と処理とかをこう一旦書いておいて、ソースコードを非表示にした状態で図だけを HTML の形式に出力すると。でその HTML を Google サイズに貼ったりすると非常にきれいに作れるわけですね。まあ、この HTML そのものをこうペタッと あっても問題ないわけですがといったように、まあ、大学院の授業でスポーツ予測コンペを実施してマトラブ活用しましたとても良かったのはやはりオンラインコースとか IDE ですねワークスペースとてもいいですで可視化と公開のやり方がまあすごく便利であって、まあ、マトラブってとてもいいよねというのをまあ私も学生も実感できたという授業でした で、予告ですが、今年度は FIFA ワールドカップの予測コンペを予定していまして、まあ、Twitter 等で公開いたしますので、関心のある方はフォローしたり、えっ、ー、と、ブックマーク貼っていただくといいかなと思います。えー、ご清聴ありがとうございました。